はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。これやっとスタートになりました。ポケモン赤の救助隊。これね、3DS の頃ね、思いっきり遊びまくった作品で、それがスイッチで遊べると聞いて、まあすごく楽しみで、はい、プランの方もこれができるプランにもうすぐに乗り換えたという作品でございます。これがスイッチでできる、ゴロゴロしながらできる、久しぶりにできる、いっぱいできる。それで今日からね、またゆっくりペースになるかもしれませんけど、ポケモン四季の探偵赤の救助隊やっていこうと思います。そういうわけで初めからようこそ。ここはポケモン、また質問があるんだ。確かに素直な気持ちで答えてくれ。ミスしてもこれは大丈夫。はい、はい、用意は OK かな。 OK です。では質問スタート。明るい性格だと思います。まあそうでしょうね。ドアの向こうからキャーという悲鳴が。あなたは？急いでドア開ける。よくあくびが出ますか？はい、出ます。くだらないダジャレは好きですか？まあちょっと好きかな。部屋でも鳴らしちゃった。あなたはどうする？どうすんだ？まあ窓を開ける。好きなことばかりじゃなくて当たり前でしょう。え、でもなかなかきっかけができません。そんな時あなたはどうする？これかな。やりたいことがいっぱいです。はい、そうです。やりたいゲームいっぱいです。口が悪いと人から言われる。昔は言われたけど最近はそうでもないかな。君は男の子、女の子どっち？男です。君はどうやら穏やかです。そうですか、そうですか。ああ、騙されやすい。まあうっかり。はい、年寄り臭い。おい、水五郎か。まあいいよ。パートナー、水タイプだからさ、自分が。どれがいい？あ、人影にしとこう。パートナーのニックネームは。まあ、とりあえずね、もう。いつもと同じで、これでいいか。パートナーは和樹くんです。和樹でいいですよ。OK、準備完了だ。では、いよいよ、ポケモンたちがその世界に入っていこう。頑張ってくれ、頑張るっすよ。ここはどこだろう？夢の中なのかな。風が気持ちいい。どこからか声が聞こえる。誰だろう。起きたつ。よく動くな。水五郎か。まあいいんだけど、僕は和樹よろしくね。よろしく。人間ですよ。まあ水五郎か。初めて使うよ。悪かったね。名前は はい、これで。なんか悪かったな。お前だって和樹のくせに。ああ、懐かしい。さあ、助けに行くぞ。もう何度もやったな、このステージも。よし、助けに行こう。
さあ行くぞ。よいしょ。なんかある？何もないぞ。よいしょ。はい。22ポケ。はい。またお金、22ポケ。なんか動きがこんな遅かったっけ？もうっさりしてる感じがするけど。まあ、昔のあれだから、思い出補正が加わって、もっとサクサクし、いってたような気がするっていう感じだけど、こうなんだった。戦え、和樹、お前も。拾うのずっとポケばっかりやん。レベルアップないの？そろそろレベルアップしていいような気がするんだな。なかったっけ？結構思い出せないぞ。おやまあ、もうすぐ、前へ行くぞ。小さな丸3回。B3 回。はい。いや、とりあえずぐるっと回ってから行こう。階段あったけどさ。おう！カズキ動け！よし。え？カズキがレベル、おい、俺じゃないのか。お前何もしてなかったろ。モモンの実ってなんだっけ？ああ、はい、毒や猛毒じゃ。あれ？どういう風に動いてほしいって、指令できなかったっけ？ちょっと待って。これじゃない。どれだ？ A ボタン。あ、これだ。賢さを見る。作戦を決める。迷わずすぐにした。頼むよ。お前もどんどん戦ってくれよ。っていうか、敵いないじゃん。じゃあいいや。先に行こう。助けに来たぞ、ケタピー。よーし。かっこいいっすか。ありがとう。よーし。あ、気がついた。わかった。そういうことか。ごめん、さっき歩き回ってる時なんか後ろにびっくりマークがずっと出てるように見えたんだけど、水五郎の尻尾か。このびっくりマークなんだろうと思った。ああ、救助団の、救助団、救助団。基地だよ、基地。ありがとう。自分らの家だ。
救助隊、救助団じゃねえや。やりましょう。まあ今回もポケモンズでいいや。はい。頑張ろう。イエーイ。さあスタートだ。行くぞ。ポケモン C のダンジョン、赤の救助隊。次の朝。朝だよ。水五郎か。まあいいんだけどさ、なんかもやっとするのが。さあ行くぞ。え、寝たい？はい。さあ、起きたぞ。今日こそ。よし。まあけどね、とりあえず今回はこんなところで一旦にしとくか。はい、よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様です。